12月1日、堀之内にある小牧山で、小牧山発掘調査の現地説明会が行われました。この説明会は、小牧山主核地区の第5次発掘調査と、本庁舎跡地の発掘調査を行っている小牧市教育委員会が開催したものです。全国的に注目されている発掘調査とあって、この日は小牧市内外からおよそ700人が参加。東京や福岡から訪れた人もいました。説明会では文化財係の職員が発掘調査の概要とその成果について解説。今年度の調査対象である小牧山主核南東にある斜面や大手道両側の調査状況について説明しました。主核というのは、お手元の資料5ページにも概要図が載せてありますが、主核を囲むように上下2段または3段の石垣ないし岩盤での、囲い込みというのが確認されております。今回の調査でも、1段目2段目3段目の一部というのが確認できておりまして、主核をめぐる斜面の石垣かっこ下段で、隅角石を確認しました。主核地区の発掘調査は、史跡整備に伴う事前調査のため、4カ年の試掘調査と4カ年の発掘調査を経て、今年度で9年目となります。平成22年度に行われた第3次発掘調査では、佐久間と判読される牧所石垣が発見されるなど、小牧山城築城にまつわる貴重な資料が発見されています。させていただいています。それによると山の上には宮殿。今年度の発掘調査では、主核大手道脇の石の壁や主核をめぐる斜面石垣の隅角石などが見つかり、歴史が徐々に明らかになっています。主核をめぐる斜面石垣の隅角石は、他の石と比較して大きなものが配置されています。この石の形状が立方体に近いことから、後の時代から一般的になる構築技法、三義積みを使わず、極めて初期の石垣であることが裏付けられました。専門家からは、全国的に見ても貴重な初期の石垣と評価されています。今年度は本庁舎跡地の発掘調査も行われていて、現在確認できる4メートルの大手道の幅が、築城時には5.4メートルあったことが判明しています。またこの日は公開されませんでしたが、城の斜面を高さ3メートルに及ぶ造成工事により成形していることも判明。その表面に土のうを積む土のう積み工法が使われていることが分かりました。現地説明会に訪れた人たちは写真を撮るなどして、歴史的な発見を記録に残していました。前回あるんだけど、前回来たんですけど、今回も3倍ぐらいだな、来たの、見たの。あ、これはすごいないと思うよ。これは本物を見せるということはさ、みんな感激したんだね。うわー、すごいなと思ったね。今日の行事はもう成功ですね。いや、小牧山の中からこんなのが出てくるとは思ってなかったんで、で、掘れば掘るほどどんどん新しいのが出てるのを見てびっくりしました。自分が普段暮らしているところに、その超有名人の織田信長だなんだらだっていう有名な方が直接手を下した施設があるっていうのはびっくりしました。次週12月31日からの市政だよりは、小牧市民駅伝競争大会の模様をお送りします。